2022年5月2日、青野ダムに来ました。こちらが、まあ、地図なんですけども、青野ダムです。千畳寺湖というところですね。で、今現在地が、この、この辺りですね。青野ダム。で、この上流に、まあ、あの河川があって、まあ、こちらのダムに、まあ、水が流れ込んできているんですけども、ここですね。こういったところも上流まで岸壁工事と、あと、まあ、河川の底ですね、そちらをまずしっかりと工事すれば、貯水量は上がると思います。で、あちらが青野ダムの水門で、どれぐらいの広さかというと、まあ、今見えてる通りですね、結構広いです。で、あちらの方に、まあ、お店があったり、まあ、ちょっと憩いの場があって、まあ、あちらの方進んでいくとウォーキングコースになっていると、まあ、そういう風なダムですね。で、両サイドは木が結構生えてるんで、多分なかなかね、水がその位置まで行かないんだと思います、梅雨の時期とかでも。まあその時にまた見てみなきゃ正直分かんない部分はあるんですけども、まああちらの方がね、あのもう一つの河川、上流の方につながっているところです。こちらがダムの下の方ですね。あんまりね、その高低差は特別ないんで、30メートルぐらいなんで、まあ30か50ですね。で、すぐ下が浄水所になってるようです。向こうの方を見たら河川にどれぐらいの水が浄水された後の、まあ余分な水が流れていってるかがよくわかります。まあ自然ろ過なんですよね。自然ろ過で、浄水所から、皆さんがお水を使ってない時に河川に水を放流していると、まあこういった形です。こちらがまあダムの上の方から見た、水門の上の方から見た形ですね。さあ、こちらの河川だったら水門が下の方にちゃんとついてるんで、まず上部から満水になって溢れかえるっていうことがないと思うんで、まあ 2×2 の地下水流それとトンネル発電をそちら側に、作るのであれば、まあ距離的に、まあ、50m から100メートルっていうところですね。まあ簡単な工事でできると思います。あとは両サイドの河川のその岸壁工事と、まあこちらの河川、湖自体の岸壁工事ですね。かなりまあ水土の部分とかに吸われてるでしょうから、そういった部分でロスしてる分、本当は貯水できますから。で、普段排水して電力を得ると。まあそういった考え方で良いかと思います。一旦この辺りで撮影終わります。下山して、河川、歩いていきながらまた撮影します。先ほどの続きの青野ダムなんですけども、まあちょっと変わったものが、まあ水を放水してますね。まあステンレス製なんでしょうね。で、こちらなんですけども、結構そこそこの面積で畑作れそうですね。なんかこう、ほったらかしにしてるともったいないですね。ちょっと気になったんで撮影しておきました。青野ダムから帰っていくところなんですけども、まあ、広野駅に向かっていく道で、まあ、こういう風な鉄柵とか、結構いろんなところで、金属無駄にしてるなっていうところあるんですよね。だから、そういう風なところ、しっかりと錆びないうちに回収した方がいいでしょうね。で、多分ね、あちらの方に河川か何かあると思うんですよ。青野ダムからの河川。で、この周りって木いっぱいあるんで、あと、まあ、この辺、竹やぶもたくさんあるんですね。で、竹やぶも、その中に枯れてるものとかも結構あります。まあ、あちらが、まあ、竹ちょっと生えてたり、まあ、木も結構、立派な、大きな木、
まあ太い柱に使えるような木、あとまあタケノコですね。まあこういう風にね、ここのこういう風なところもいっぱいこういう風に生えてます。まああちらもですね。だからまあ以前も言ってたと思いますけども、甲子園を目指すような学生が、まあこの辺なんかすごい滝ハーフなんですけども、枯れてるものもいっぱいあります。山の中に素振り、斧でしに来るという、まあ体の肉体強化のトレーニングですね。夏場の合宿とかね、どっかその辺の広野駅の近くに公営住宅がいくつかあって IT 層のところ結構あるんですよね。でまあ静かに暮らしながら、ここから広野駅からねこの辺までは1時間もかかんないです。まあ30分ぐらいだと思いますよ、歩いて。まあそれぐらいで来れるんでね、その辺のところに合宿して、この辺のところの木を片っ端からみたいな形でね切ってもらって、あとはまあ、バイオマス発電か、あとはかまどでの発電ですね。学校とかに基本的に設置でいいんでしょうけどね、本当に。本当にたくさんありますよ。枯れてる竹やぶとか、ある程度ね、これだけ密集してると、日当たりが悪くなるんで、ある程度切ってあげなきゃなんないんですよね。まあ、ちょっと一旦電源切ります。先ほどの青のダムの、下流の鴨大橋です。まあ上流の方にどれぐらいの位置に橋があるのかわからないんですけども、まあ青のダムから多分まあ500メートルぐらいのところですかね。まあ歩いているので大回りするような形で歩いているんで。まあ、こちらの方に、まあ、まず水門作るかどうかというところですね。多分こちらが一番ダムのところの放水されているところから近いところの、橋だと思われます。こちらか、まあ、あちらですね。あちらにも橋があります。ちょっとまた歩いてみます。こちらの河川は、向こう側の上流の河川です。であちらの方に、広野ダムからの、河川が、あちらの下流の方で合流する形になっています。で、こちらの河川が、まあ、向こう側で、あちらが笹山川で、あちらが三田川です。まあ、広野駅の近くですね。まあ、どういうふうな形になっているか、まあ、ちゃんと橋に向こうが、向こう川と書いてますので、まあ、一応撮影今記録しておきましたけども、ね、ここから三段まで非常に緩やかなんですよね。でこれね、両サイドあんまり岸壁工事してないので河川を広げようと思ったら広げられます。で、まあ、石次第なんですけども、河川両サイドまで岸壁工事すればかなりの貯水量、溜め込めると思います。例えば、まあ、新三田駅あたりに門を、一つ作って、まあ、この辺ぐらいまでね、水が溜まる、まあ、間にもう一門門を入れたらいいかとも思うんですけども、まあこういった状況ですね。でもあちらが広間駅かな。まあ、ちょっと今歩いていて、自分の場所がちょっとどの辺りなのか、ちょっと新三田の方まで歩いていこうと思ってます。河川撮影しながら、まあ、この辺りもね、老朽化した建物、あちらの方から戻ってきたんですけど、向こうの方に歩いていったら、青野ダムの方へ行くんですが、あちらの方もね、老朽化して放置されてると思われてる家結構ありますね。だこの辺りとかも解体対象の家って結構あると思いますよ。その広野駅のすぐそばのところに鈴木という、まあ自動車の修理工場みたいなところがあるんですけども、完全に閉鎖されているような形に見えましたね。ですからそこも解体して金属採取した方が、まあ、もったいなくていいと思うんですけどね。あちらが JR の、まあ、向こうは広野駅から
新三田駅へ向かって歩いてる途中なんですけども、橋桁のところはね、ちょっと亀裂入ってるのが気になりますね。これ補修工事とかちょっと考えた方がいいと思いますよ。先ほどの河川の続きです。あちらの方から歩いてきたんですけども、まあ今合流している河川が、見当たります。まああの辺りは岸壁工事してるみたいですね。でまあその横からまあ排水溝があって、まあそこそこの水が流れてきてます。まあ例えばああいうふうな小さな排水溝でも、まあ今日朝晴れてましたけども、1秒間に10リットルぐらい流れていそうですよね。だからまあ1分で、600リットルで、1時間でまあ3万6千リットル、それぐらいですね。まああちらの方、まああの河川、まあ、もうちょっと先に行ってから向こうを撮影してみますね。数日前に雨が降ったんで、ちょっとねまだこの辺り水がいろんなところ足元残ってたりするんですけど、まあああいう方な形ですね。まあ川幅10メートルといったところですかね。まあそれぐらいの河川です。まあどちらにしてもこの辺りもそうなんですけども、ずっと土砂のかき出しと、あとこの向こう側の方を河川の岸壁工事をしなかったら、結局水溜めても吸われるでしょうね、だいぶ。それと弱いところが、薄いところが決壊する恐れがあるんで、やっぱり岸壁工事が必要になってくるかと思います。でもうちょっと先に行ったら青野ダムからの河川が合流してくると思います。一旦電源切ります。まあこういう風にアスファルトを固めてくれて、河川の横、歩きやすくしてくれてるんですけども、反対側がまあ畑、一面畑で、まあちょっと安心できるような風景ですね。でただやっぱり草刈らなかったら、こういう風にアスファルトを割って草が出てくるんですよね。まあなんとか生きようとする生命力、まあ竹なのか何なのかわからないですけども、その後育ってみないと。まあね、まあ結局その各学校に暖炉型の薪ストーブみたいなものを、まあかまど型で発電できたらいいなとは考えてるんですけども、そういったものが出来上がれ、上がればこういったものを刈り取って、で干しておけばね、パリパリになるところまで干せばすごく火がよくつくんですよね。で結構よく燃えるので、暖を得るのに使えますんでね。まあ学校にそういう設備があれば、まあ電力も起こせて、いざという時の避難所としてはまあすごく丈夫な避難所になりますね。まだ青野ダムからの河川とは合流してないです。もうちょっと歩きます。合流地点に、来ました。あちらが、青野ダムからの、河川です。でこちらが向こう側の、上流からの河川です。でこちらで、合流しています。で、まあ、広野駅からこの辺りまで高低差は1メートルぐらいかなというところですんでね、本当になだらかに続いていっています。ですのであんまり門をそんなに多くの箇所に設置しなくて良いかと思います。最初の設置段階では。それでは一旦電源切ります。向こう岸に渡って、で、あちらの方の道から河川へ辿っていきたいと思います。まあ対岸に来て、合流してる青野ダムの方からの河川、まああれぐらいの水量です。まあ晴れてる日なんですけども、まあこういうふうに、まあ、土砂のかき出しが必要な部分がいくつもあると。まあ河川一応両サイド岸壁工事はされてるのはされてるんですけども、高さ1メートルほどなんですよね。ですのでだいぶ上の方まで、ある程度の高さまでの岸壁工事はしたいところですよね。まああちらの方で今木材を切ってる音がしています。あちらの方に木材屋さんがあって、こちらが河川なんですけども、こちらが浄水場のようですね。上流からの河川から多分パイプを引っ張っていて、まあ水門を開けたらこちらの方でろ過をして、まあ水道水に使用してたり昔はしてたんじゃないでしょうか。今はどうかわかんないですよ。
まあ、このまま新三田の方へ歩いていきます。先ほどの続きなんですけども、まあ、河川ああいう風に至る所に水門があります。まあ今のところはそのまま流してるような状態ですね。あんまり高さを出しすぎると、あちらの水路の先がどうなってるのかをしっかり調べておかなかったら、まあ危険は危険ですよね。また少し歩いた先のところです。まあ横の方の河川からもまた水が流れ込んできてるようなところもありますね。多分あちらの方の水門が横にずっと続いていて、横から出てきてるんだと思われます。で、水量なんですけども、まあ河川合流してこれぐらいなんですけど、なんかやっぱり今までの地点でそこにまあちょっとした亀裂が入っていたりとかで、河川の底ですよ、やっぱりなんか水吸われてるような気するんですよね。川幅もここまで来たら狭くなってるでしょう。まあちょっと流れはまあ速くはなってますけども、まあけどこの辺りで見たらそんなに速さ変わんないし、あそこは落差があるからいい音が出てるだけで、なんとなくなんですけども、水の量ちゃんと正確には全部流れではないと思うんですよね。何かこうちょっと川底どこかに亀裂とかがあって、もしくは土の部分が今まで何箇所もあったじゃないですか。ああいったところで元気に生えてる草とかに、まあ、水吸われてると。やっぱり距離が距離ですからね、何キロにもわたって草生えてたらやっぱり水それなりに吸い取ってるんだと思いますよ。もうちょっと先まで行ってみます。あちらにも水門ありますね。先ほどの続きですけども、あちらも、ちょっと小さな河川が合流してますね。でその下の方のところが草で何かねこう塞がってるというか、その横からこう出てきてるみたいな形になってますね。水路がそこそこありますね。あちらの方から出てきたんですけども、こんなごく一部のところだけに金属使われてるんで、これも錆びないうちに回収した方がいいですね。もうちょっと向こう行きますね。新三田駅の近くまで来ました。あちらが先ほどの上流の河川です。で、こちらに橋があるんですけども、こちらの方がね川幅狭くなってるんで、高さ目いっぱい取って、水門、設置できたら良いかと思います。これで夜広野のところまで水溜めれると思うんで、まあ距離にして、まあ、3キロから5キロぐらいじゃないですかね。だからまあそのところが全て合流する河川も、まあ、ちょっと上の方も、まあ、数百メートル先ぐらいまで、まあ、水溜め込むことができるので、かなりの貯水量、貯水できると思います。ですのでまあここ 5×5 の水門でもいいんじゃないかなと思います。まあ、2×2 の方がいいかもしれませんけども、結局は河川の底の工事次第なんですね、この先も含めて。まあまあ複数1×1、3×3、5×5 で用意しておいた方がいいかもしれないですね。で、あとまあ橋の中央部の橋脚、まあちょっと古くなってるかなと、まあ今一瞬気になったんですけど、まあ大丈夫そうですね。まあ電源切ります。今信号渡ったところなんですけど、先ほど撮影向こうの方から撮影した橋がこちらです。で、見ていただいたら分かる通り、あそこは段差ありますけども、その先ずっとなだらかなんですよね。向こうの方に電波塔みたいな鉄塔が見えますけども、まあ、あの辺りが三田駅の近くです。まあ、あちらの近くの方まで、歩いていきます。先ほど の赤い橋脚、橋のところから、橋脚じゃないですね、橋のところから、まあ、1キロほど歩いてきたんですが、まあ、ちょっと遠いんですけども、あちらの方もう1本河川合流してます。で、まだこの辺りでは、あの位置から橋こちらで3本目ぐらいなんですけども、まだこちらは水門結構です。もっと向こうの先の方ですね、市街地のところですね、あちらの方で河川が自然と細くなってますんで、そちらの方に、まあ、水門を作ると、
まあ、その赤い橋のところからこちらまでまだ高低差多分1メートルか2メートルぐらいです。三田市役所の近くに来ました。あちらの建物が三田市役所です。であちらにも橋もありますしこちらにも橋があるんですが、水門作るのもう少し先で大丈夫です。そんなに高低差はまだないです。もう少し歩きます。先ほどの続きです。あちらが三田駅、JR や新鉄の三田駅の方で、まあ、あちらの上流の方の新三田のところに、まあ、赤い橋のところに、まあ、水門を作った後、まあ、この辺りの地点を考えてたんですけども、これから先、もう向こう行くと、あの JR 道場駅のところまで橋がないんですよ。で、ただちょっとここを見ると、老朽化が結構ひどいんで、やっぱり橋からクレーンで、吊り下げて、水門とか、下ろすと思うんで、あちらの方にね、青い橋があると思うんですけども、あの道を、まあ、まっすぐ進んでいくと、三田駅の方に、まあ、つながっていくんですが、まあ、あちらの方の青い橋のところで水門作った方がいいかもしれないです。ちょっとこちらも老朽化ひどいのと、もともと交通量あんまりないんですよね。だから、あの青い橋とここの橋の間に、向こうの方にもう一つ橋あるんですけど、まあ、そこも老朽化がひどいということで、まあ、こちらよりもあの青い橋のところで、あの水門作った方がいいかもしれないですね。で、まあ岸壁工事もしかしたらある程度はしているかもしれないですね。橋の下は岸壁工事してます。その横とかもうっすらと何か石の跡とかが見えるんですけども、結局岸壁工事終わった後にいろいろ砂とかが堆積してこういう風に草が生えてる可能性もあるんですよね。向こうの方は三田駅周辺の方の河川は両サイド岸壁工事上の方までしてるんで、だその辺りはちょっと謎ですね。向こうの方はこちらから先の向こう側に関しては、まあ、JR 道場駅の間までは岸壁工事はかなりしなきゃならなさそうです。もうちょっと先まで行ってみます。さらに先の地点に来ました。もうすぐしたら道場、JR 道場駅の方に行くんですが、そこが山田川という川の合流地点です。あの川を上流まで登っていくと、まあ、小さなダムがあります。ですが、まあ、そちらの方も地下水流トンネル発電直接山田川に流すような、まあ、100メートルほどのものを設置したりだとか、であとこちらの河川見ていただいて分かると思うんですけども、広野のところから歩いてきましたけども、水の量変わってないですよね、はっきり言って。ほとんどあれだけ河川合流しているのになぜ水の量が変わってないかって言ったら、やっぱり地面に吸われてるんですよね。だから多分岸壁じゃないような河川の底は多分いっぱいあるんだと思います。だからまあ、そこ見てもらったら分かる通り あんまり深くないでしょう。だからおかしいっちゃおかしいんですよね。だからこの3倍ぐらいの水が本当は流れてくるはずなんですよね、河川をしっかり工事していれば。で、まあまあ、最終的なところですけども、まあ、水門、まあ、通常の 1×1、3×3、5×5 のものの手前に、まあ、大きな回転扉式の、発電機を備えると。で例えばこういう河川でね、先ほどまでの距離で多くの水が溜めることがもし可能であれば、まあ、ダムから通常河川への、100メートルか200メートルほどの地下水流トンネル発電とかで、まあ、水がたくさん溜まった時に排水したりしてる時、そういった時にこういった河川が、結構な水量でもし流れるとしたら、まあ、河川自体の岸壁工事、この辺りだったら1メートルぐらいのところまでしかしてないです。でその上の部分がちょっとスペースありますよね。だからその上の部分に回転扉式を設置したりだとか、まあ、そういうふうな工夫を行うことによって、まあ、ずらっと並べてしまうとか、だからまあ一回水門、普通の1×1、3×3、5×5 を各地域に、各河川に設置して、向こう側全体的に。
で夜水門閉じた時にどれぐらいの、水を溜め込めるか、それによって、物事だいぶ変わってくるかと思います。で、まあ、この辺りだったら流木はまず流れてくることはないと思います。広野のところから上流から歩いてきましたけど、両サイド普通に道路になってるところがほとんどなんですよね。だから流木がまず流れてくる要素がまずないんです。ですので、こういうふうなところの地点でずらっと並べてしまうとか、まあ、そういったことで、大きな電力を得られる、工夫になるかと思います。もう少し先の方まで行きます。まあ、もう少し先のところから山田川を見たらああいうふうな形です。一応まあ晴れの日でもそれなりの水量はあります。で、音がしますけども、こちら横、まあ田んぼのところなんですけども、こういうふうなところからそちらの水門から河川に水が合流してるんですけども、やっぱりあれだけの河川合わさってきたのにやっぱり水量おかしいんですよね。やっぱりだいぶ地面に座れ、地面や両サイドに座れてると思います。今はここから先歩くとこういう状況なんですけども、まあとりあえず進んでみます。もう少し進んだところなんですけども、まああちらが、JR 道城駅の方です。で、あちら電車の下橋脚は何かあるので、多分河川が何か合流してるんでしょうね。で、こちらが向こう側です。先ほどからのやっとまあ河川から脱出することができたんですけども、こちらの方、向こうの方へ歩いていって、まあ新鉄道場の駅に行こうと思ってるんですけど、もう老朽化したこの建物もすごいですよ。やっぱり探したらもういくらでもありますね。老朽化した建物、ほったらかしになってるところが。まあ、あちらの方が、有野川から向こう側に合流しているところなんですけども、まあ、まあ大きな河川等々の、ある程度の河川の工事が終わり始めたら、まあ、最終段階が、まあまあ、この辺りの河川とかになってくるんですが、こちらもあちらに合流してます。ですので、まあ、こちらの方に、まあ、水門を設置して、もう少し先の方で、有野川に合流しています。この河川をちょっとまあ歩いて辿っていきます。こちらに水門を作った後どれぐらいの距離のところまで、まあ、水貯めれるかなというところで一度撮影して記録しておきます。先ほどの河川からまあだいぶ歩いてきたんですが、撮影したのが奥の方に見える橋、橋のもう一つ向こうぐらいか、あの辺りなんです。で、あの橋渡ったところから右手に林の中入っていって、あの辺り木を切っていったり竹を切っていったりしていって、まあ、資源を獲得、冬場の学校のストーブに備えると。で、こちらのその河川ってもうほとんどもう草ばっかりなんですよ。もうずーっと向こうの方まで、ずーっと草が生えてます。河川の中が草だらけでね、まあ、こんな形になってます。で、ずっと水平なんで、かなり向こうの方まで行かない限り、水門の設定する必要ないと思います。一旦電源切ります。だいぶ歩いてきたんですが、まあこの河川が先ほどからずっと歩いてきた河川で、まあ1キロか2キロ歩いてきたところですね。で、あちらに橋があるので、あちらの橋の位置がその次の水門の位置ですね。まあ、周りの風景こんな風景です。あちらが新鉄道城駅です。道城駅か道城南口か、まあそういった名称の名前の駅です。まあ、あの辺りが橋のところですね。で、この辺りは本当に田んぼが多くて、横からこういう風な形で水が流れ込んできています。で、とにかく、まあ、河川の中に、まあ、林が出来上がってるというか、まあ、雑草の群れですね。まあ、ああいったところも結局はそうなんですけども、まあ、自然と土が堆積していって、雨の日とかに、で徐々にその枯れた草とかも積み上がっていって、でああいう風に草が生えていったんだと思われます。まあ、あの場所がその最後の位置あたりぐらいのところなんですが、横から流れてきてますからね。先ほどの撮影した
石垣がちょっと出てるところあるじゃないですか、高さが。あの辺りに水門設置の方が正解かもしれないです。要するにどこかで一旦水止めなかったら、その先のところをね、草とか土を取り除けないんですよね。で、取り除いた分をその辺の畑に肥料として土とかも足すような形で使ってもらったらいいでしょうし、まあまあ、農家さんとご相談ですね。